マルパッセダムは、フランス、プロヴァンスアルプコートダジュール地域圏、バール圏を流れるレーラン川に作られたダム。フレジュスの北 7km の地点にあった。1959年に決壊したことで知られる。高さ 66.5m、包み長長 222m、貯水容量5000万立方メートルの水道、灌溉用水の取水を目的としたアーチ式、コンクリートダム。 アンドレコワンの設計。1952年に建設開始し、1954年に完成。車水壁の厚さは、底部で7メートル、長部で1.5メートルで、当時としては最も薄いアーチ式ダムだった。1959年12月2日の夜、停滞が完成してから初めて大雨により、満水状態になって16時間後の21時13分。 砂岩の基礎地盤が下流側へ移動して崩壊、ダムが決壊した。高さ40メートル、時速70キロメートルに達した流水は、下流の2つの村を飲み込み、フレジュスを経て海へ到達。死者421名という大災害となった。被害総額は6800万ドルに上った。衝撃を受けた設計者の小安は、失意のうちに翌1960年に死去した。 アーチ式ダムはダムをアーチ状に上流側へたわませることで水圧を周部へ受け流し両岸の岩盤に伝えて構造が維持するものである。しかしながらマルパッセダムでは岩盤の強度を過大評価したために急激な水量増加に耐えきれず岩盤が崩壊、ついで停滞も崩壊に至ったものである。数々の論争の後、決壊の原因とされたのは ダムの左側が接していた岩盤で粘土で満たされた薄い地層が潤滑剤となって基礎をわずかに動かし、これがダムに亀裂を発生させたというものだった。ダムの決壊後、岩盤工学やダムの設計に必要な構造力学が飛躍的に進歩、そのきっかけとなった事件として現在も引き合いに出されることが多い。フランスはマルパッセダムを 工学的な教訓として残すべく、現地を崩壊当時のまま保存している。この事故を受け、建設中であった黒部ダムの設計変更がなされた。資金調達していた世界銀行がアーチ式ダムの建設工法に器具を抱き、ダムの包み高を引き下げるよう勧告を行った。関西電力の地質実験により、ダムの包み高を引き下げることはなかったが、岩盤が、 予想外に悪かったこともあり、設計を変更して両翼に重力式のウィングダムを設けた。このほか、東京電力により計画されていた長尾渡るダムは、この事故を受けて、堤高を当初案の175メートルから155メートルに変更している。産業懇談会ホームページ AB マルパスセの悲劇アーチダム最初の崩壊、建物が壊れる理由。 構造の崩壊その真相に迫る、レビ、M、M、レビ、M サルバドリン1、牧谷エジ、も月茂、しげる、建築技術、1995、P132 から138、黒部ダムあれこれ、一般社団法人ダム工学会マルパスセダム、決壊事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。